これはあまねく主情の救い、尾張の平和を守った四体の観音の物語。鬼が出るか仏が出るか、武道元人の読み上げる新たな観音の世界、ご期待ください。それでは踊っていただきましょう。武道元人の皆さんです、どうぞ。皆様こんにちは。私たち名古屋市中区で活動しております武道元人と言います。もう一度このステージに立たせていただきまして本当にありがとうございます。それでは踊らさせていただきます。それでは皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。愚勢の海にたゆたう慈悲の心、19代目武道元人、極楽浄土、うつつの世に咲く菩提の蓮華。
ありがとうございました。武道源氏の皆さんでした。